よいしょ。はい、どうもー、楽しいご飯の時間ですよ。さあ行きましょう。ありがとうございます。本日も贅沢でございますよ。贅沢で、グミちゃんさんからいただいてます。ありがとうございます。いやいや、初めてのやつでございます。チェケ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 、鼻がもう花粉がやばくて、花粉がやばくてやばくてでございます。この本当の松屋は包みまでしっかりやりますよね。そうですね、ビニールの素晴らしい残儀専門店おぼろの。お待ちください。しっかり包まれてるんで。うわ、美味しそう。でかっ。何これ、ホッケフライでしたっけ。はい、すげえフライ、でかっ。すげえ、うわ、美しいな。ちょっと暗くしないと。うわ、これはいいっすね。これかなりいいっすね。ありがとうございます。いただきます。おぼろ専門店おぼろの、あ、水分はこちらから、はい、相変わらずやっております、ヘルメットさんからいただいたお茶でございます。木島の体内に流れておる水分の8割はヘルメットさんからいただいたものです。いただきます。この多いお茶のね、これ読むの大好きなんですよ。ふるさとが倍に広がる田植え前、落ちたペン、あ、これ読んだな、前も当たったな。誰も拾わぬ夏休み。いただきます。さあ行きましょう。いや、いい香り。これ多分揚げたてっすね、作りたてっすね、うん。おいしい。いや、美味しいですね。ありがとうございます。はい。美味しいです。魚のフライって本当難しいじゃないですか。うん。ちょっと臭み出ちゃったりとか。うん。いや、これはいいわ。あ。幸せだな。あ、紅生姜も美味しい。あ、気づかなかった、海苔の上だから。ひじきも乗ってますよ。うん、あ、いいね。うん、きゅうりと、あ、いいな。これさつまいもかな、これ。あ、まっ、甘っ、芋甘っ、うん、素晴らしい。そしてこのお惣菜のタケノコも、うんうんうん、まあいいですね。やっぱ旬のものっていうのはいいですね。うん、うん、こりゃいいわ。元気出る。出口ありますよ。うん、そっちの左側。はい。気をつけて。出口分かりづらいんですよね。
調子が見にくいから、今度の総会でちょっといろいろね変わるといいですけどね、うん、あ、6月にあるんですよ、あ商店街の集まりが、うん、うん、あ、おいしい、唐揚げ専門店、ザンギ専門店も唐揚げ、あ、ザンギ、唐揚げスターっすね絶対外れない、ホッケフライって、うん、単品でも売ってるんですかね、あー多分ないと思いますね、やっぱそうか、でも優秀だわこれ、非常にいいわ、こっち出てくるまでホッケって食べたことなかったっす、へー、いや居酒屋で何か分かんなかったっすもんね、うん、最初驚きました。すげえ美味しい魚あるんだなと思って。ちょっと大人になった気分というか、うん、ホッケっていう魚を知ってる俺大人じゃんみたいな。なんか一時若い頃はホッケばっか食べてましたね。美味しいですもんね。うん、食べやすいですよね、骨も見やすいし、うん、あ、ほんとや、うん、めちゃめちゃ取れるんでしょうね、うん、あんなにあるんだから、うん、どこ行ってもメニューで、今居酒屋でいくらするかわかんないけど、スーパーのホッケは高くて買えないですね。あ、そうなんすか、うん、高い、じゃあ減ってんのか、うん、漁獲量が、うん、いや、ということでグミちゃんさんからいただきました、ザンギ専門、北海道ザンギ専門店おぼろのホッケフライ弁当とお惣菜たけのこ、今日もとても美味しかったです、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした頑張っちゃった、みなさんごちそうさまでした、はい。